ブッチナスコは、イタリア共和国ロンバルディア州ミラノ県にある、人口、約2万7千人の基礎自治体。ラテン語の水路の意味のバチーネとエトルリア由来と思われる、設備語のアスコに由来する。たくさんの用水路、湧き水、水車小屋のある水の豊富な土地である。ビュークソナスコカステッド、ロマーノバンコ、グドガンバレドなどの農村が作られた。ロマーノバンコの名は、 ローマ人の存在を、グドガンバレドワーカッツ、サスヨーナとザリガニに239人、周辺のカッシーナを含むグランチーノ、ロンケットするナビーリオに、それぞれ150人余りの人口だった。1905年にシロップ、リカー、ジェラートを作るラメウッチーの工場ができ、それから50年間ブッチナスコ唯一の工場だった。1九百年代中頃まで、ブッチナスコは主だった三つの村、 ブッチナスコカステッド、ロマーノバンコ、グードガンバレードからなる農業を中心としたコムーネであった。1950年代中頃になると南イタリアから北に食を求めてやってきた移民によって人口がにわかに増えた。1960年代になるとブッチナスコカステッドはそれまでのコムーネの中心から郊外の分離集落となってしまった。というのは 南イタリアからの移民によって、それまで分離集落であったロマーノバンコに人口が増えそこがコムーネの中心となったからである。自治体行政府、市役所、市長もロマーノバンコにある。ブッチナスコには以下の分離集落がある。ありがとうございます。